ゴーチユーチャンネル、今日も治安がいい笠井智美です。すっぴんに金髪で絵面大丈夫そうって感じなんですけど、ただいまアニーの絶賛夏のツアー中でして、今大阪にいます。まあ今はもう本当に厳重に感染対策をしっかりとして私たちも来ているので、劇場とホテルの往復のみしてる状態です。私いつもチューリス、私のファンの子たちチューリスって言うんですけど、チューリスのみんなとね、ファンクラブサイトでグループトークみたいなのができる場所があって、そのサイトの中でみんなと、まあ、昨日も今日大阪終わったみたいな、早くホテルを帰ってきたけど、でも一回ぐらいは大阪らしいもの食べたいなとか言って言ってて、私はたこ焼きが大好きなので、たこ焼き食べたいっていう風にみんなに言ってて、でそしたら梅田芸術劇場の近辺で美味しいたこ焼き屋さん、こんなとこがあるよみたいな感じでいろいろみんなが教えてくれて、で今あるのここに、じゃーん。でね、実はこれなんか新品っぽく見せたけど、あらあれ、2個も食べちゃった。2個食べちゃったの。もう食べちゃってんのよ。なんかファーストリアクションで今からいただきますじゃなくて、まあ、これは素直に言ったからちょっと許してほしいんだけど、シャワー浴びて、まぁ、ちょっと YouTube 撮るけど、もう今回はすっぴんに許してくださいということで、今日はね、初めての場所で、なんか見えづらいかもだけど、花だこさんっていう、これ?ここ?たこ焼き屋さんで買ってきました。私は、まあ、若い頃、たこ焼きを大阪で買うってなった時に、塩って書いてあって、で私結構さっぱり系がもともと好きだから、塩をその時に初めて食べたの。めっちゃ美味しくて、だからもう大阪に来たら塩のたこ焼き食べるのがすごい楽しみで、今回も塩のたこ焼きにしました。いただきまーす。最高。大阪に来た際はぜひ塩でたこ焼き挑戦してみてほしい、みんなにも。あれしようかな、旅の必需品、必需言えてないよね今絶対、笠井智美の旅の必需品を紹介しようかなと思います。例えばこの今も着てるパジャマとか、あと今回は枕カバー、これはいつも家で使ってる。私ね、シャカシャカの枕カバーがどうしてもダメなんですよ。わがまま言うなって感じだと思うんですけど、シャカシャカしてる場所で寝れないの。もうほんと、何言ってんのって感じだと思うんですけど、タオル生地じゃないとダメで、あとは、ブランケットです。これはカシウェアっていう、私が大好きなブランケット屋さんの緑色の。これはね、なんかちょっとこのぐらいの、魔法の絨毯ぐらいのサイズ。はてな。魔法の絨毯ぐらいのサイズとは。このぐらい、ほら、ちょうど魔法の絨毯ぐらいのサイズでしょ?と、この枕カバーを持参してます。これ、パジャマも、これもタオル生地の感じです。荷物いっぱいあるのに、キャリーバッグにこれを無理やり詰めて持ってきました。だから、キャリーバッグの半分は、このパジャマと枕カバーとブランケットになってたかなって思います。あとは、シャンプー?カラーシャンプー?そう。で、紫色のやつ。これなんか結構泡立ちが良くて好きです。イヌドット?のカラーシャンプーのパープルです。で、このね、トリートメントがめっちゃ好きなの。ハイトーンとかの人に結構いいよっていう、なんかネットでたまたま出てきて、9点で私は買ったんですけど、サラナラっていうところのウォーターサロントリートメント。シャバシャバのお水みたいな感じなんだけど、髪につけると結構こう、なんか浸透してもったりしてくるのね。ドロッとしてくるんですよ。で、それを、この、目の粗いコームで溶かしながら、なんか一瞬で浸透しますみたいな感じなんだけど、これがね、めっちゃ良くて、韓国コスメっぽいんですよね。韓国シャンプーみたいな雰囲気っぽいんですけど、私も直毛だからかもしれないけど、しっかり乾かしたら、別にアイロンとかせずに、この状態。だからハイトーンでちょっとダメージ気になってる人とか、ロングヘアの人これちょっと試してみてほしい。あと今回はすごい長くお部屋でずっと過ごすから暇だろうなぁと思って iPad 持ってきました。iPad でディズニープラスで映画を見て、もうこれお風呂にも持ち込んでお風呂でシャワーとかしながら見たりとかしたんだけど、昨日そのディズニープラスでリメンバーミーを見たの。びっくりするぐらい感動しちゃって、私もうお風呂入りながらおえつして泣いて、
ベイマックスでめっちゃ感動したタイプだったら、リメンバーミーめっちゃ泣くと思うよっていう風に言われてて、今までで一番泣いた映画なんじゃないかってぐらい、多分その、うめっちゃ泣いたの。このシーンでもうめっちゃ泣いて、感動するっていうので、リメンバーミー見たらまんまと感動したので、ディズニーってさ、本当に心洗われるなって思う。やっぱ夢とかって大事だなとか、家族って大事だなとか、周りにいる人たちを大切にしたいなとかすごく思うし、でも自分のやりたいこととか、その自分が目指す夢とかも諦めなくてもいいんだよっていうメッセージもあるような気がして、すごく好きって感じかな。まあなんか楽しくなんだかんだ大阪過ごしてますって感じ。ちゆちゃん、お布団に入りました。明日も2回公演、一生懸命頑張りたいと思います。チャンネル登録、そしてコメント、兄見たよとか、兄お疲れ様みたいなコメントとか、感想とか書いてもらえたらとっても嬉しいです。グッドボタンもよろしくお願いします。おやすみなさーい。